よいしょ。おはようございます、クルスルナです。今日はですね、ちょっと最近みんながテスト期間だと思うんですよ。なんか動画更新してもテスト期間だから今は我慢してますみたいなコメントとか、テスト期間だから動画見れないです、楽しみにしておきますみたいなコメントが結構来ていて、あ、みんなテスト期間なんだって思ってたんですけど、まあそれならせっかくだからテスト勉強を頑張ってるみんなでも見れるような動画を作ろうかなって思ったので、今日は作業用動画になります。私もね、もう編集が溜まっちゃって溜まっちゃって大変なんですよ今。なので私は黙々と、まあたまに喋りかけながら編集をしたいと思いますので、皆さんもよかったらこれを見ながら、多分この動画ね結構長い、30分ぐらいの動画になると思うんですけど、30分40分ぐらいの動画になると思うんですけど、ほぼノーカットでお送りしますので、よかったらこの動画を見ながら皆さんも一緒に勉強なりなんなりしていただけたらいいかなって思います。ということで編集をしていきたいと思います。みんなは今何の勉強をしてますか？てかテスト期間ってこの時期だっけ？今何月？5月か。確かにテスト期間だったような気もする。結構さ、新学期になって割と最初の方のテストって感じだよね。大変だねテスト、大変だね。もう私今考えたらさ、テスト勉強なんてもう絶対やりたくないもん。しんどすぎたあの頃。みんなはさ、テスト勉強はさ昼間にやる派、朝やる派、夜やる派？私はもう完全に夜派でしたね。もう夜っていうか深夜、朝ん、何やれば深夜になるのかな、もう11時とかぐらいから本気出し始めて、12時1時2時ぐらいまでやって寝てみたいな。でもうテスト前日とかは超ギリギリまで3時とか4時とかまでやって詰め込んでみたいな、そういうタイプの人間でした。でも私さ、編集とかも結構夜やることが多くって、夜っていうか深夜にやることが多くって、その方がさやる気出るっていうか、なんか追い詰められてるっていう感覚がすごいあるからはかどるんですよね。なんか昼間とかの明るい時間、待って、こんなに喋って大丈夫かな。みんな全然あの画面見なくていいから普通に勉強しながら聞いて、ラジオ的な感じで。そう、なんか昼間とかの時間ってなんか結局さ、他にやることを見つけようと思えば見つけられちゃうわけやん。なんかテレビ見たりとかさ、あとなんだろう、まだ時間あるから大丈夫って思っちゃう余裕があったりとかさ。でも深夜ってもう勉強するとか編集するとかぐらいしかやることがなくって、まあ携帯見たりとかはできちゃうんだけど、なんかもうやらなきゃ、いい加減やらなきゃっていう追い詰められる感があるから、私は結構深夜とかにやる気が出るタイプだったんですよね。え？待って、ねえ、イヤホンのさ、今イヤホンつけて編集しようと思ったらさ、見て、こっちの耳のこのモニョモニョの部分ないんだけど、どういうこと？どこ行っちゃったの？やばい、イヤホン一個しかないんだけど、うちに。最悪、いつなくなったんだよ。びっくりした。ちょっと片耳にイヤホンしてやっていきます。しょうがないんで。いやちょっとなんか私結構 YouTube 全部自分で編集してるんですけど、なんか一人の動画って自分しか映ってないから全然普通に気軽に編集できるんですけど、なんか誰かと喋ってる自分なんていうの、コラボの動画とか結構編集するの苦手で、なんか楽しい、撮ってる時はすごい楽しいんだけど、なんか編集ってなると
なんかね、恥ずかしくなっちゃうんだよね。自分が人と喋ってるところを見たりとかするのが恥ずかしくなっちゃって、結構苦手です、このコラボの編集するの。まあやらなきゃいけない、やるんですけど。てかノアとコラボしたのは初めてだったね。TGC とかでは結構仕事でね、会ったりとか、普通にプライベートでご飯行ったりとかもしてたんだけど、コラボで動画撮ったのは初めてでした。なんか私前髪キモいんだけど、この動画。 なんかさ、今前髪がすごい長いの、私この辺まであるんだけど、全然切る時間がなくって、なんかなかなか切りに行けなくて、長いんだけどなんか変。 やだ。かわいいの。てか暑い、やばい、暑い、暑いよ。なんかさ、風邪気味で最近、てか風邪気味っていうか、なんか最近水をすごい飲んでて、いつも以上に水を飲んでて、だからね、ちょっと暑くなっただけですぐ汗かく気がする。
腹空いてきた。てか最近梅雨入りしたよね。梅雨私すごい苦手なんだよね。てか雨が苦手で、そもそもなんか髪の毛崩れるし、ジメジメするし、なんか服も何着ていいか分かんないし。でもさ、何最近の梅雨すごい暑くない？なんか蒸し暑い。梅雨ってそういうもの？なんか北海道って、待って、私なんかってめっちゃ言ってない？北海道って梅雨がないの、そもそも多分。だからね、東京に来てこんなに雨降るんだって思った記憶がある。はい、ここで急になんですけど、私が YouTube を編集するときに気をつけてることを言いたいと思います。私が YouTube 編集するときに結構気をつけてるのは、間を消す、なんかなんていうんだろう、残したい間は残すけど、
例えばなんだろう、残したいまま残すけどっていう、この呼吸をこうで吸ってるところとかを結構消してテンポをよく見えるようにしました。でこれをやり始めたきっかけが、ピグモン、私の友達のピグモンで、中町あやちゃんのマネージャーをしてるね子がいるんですけど、その子が中町あやちゃんの動画とかを編集してて教えてくれたんですよ。そういう呼吸とかも切った方がテンポよく見えて動画が面白く見えるよって教えてくれて、そっから私は結構バツバツ呼吸とかを切るようにしてます。だからなんか前より結構テンポよく見れるようになったかなって思いますね。はい。もう編集も慣れてきましたね。
暑い。お団子しようかな、ちょっと一回。ダメだ、この種子じゃ縛れない。みんなはさ、どこで勉強するのが一番はかどる？私結構家とかよりはカフェとか行った方がはかどるタイプの人間だった。今もそうなんだけど、こうやって家で編集するよりもうカフェとかに行って8時間とかもうずーっと居座ってっていうか、なんていうの、もうずっと編集集中してうわーってやった方がはかどるタイプの人間なんですよね。なんかやっぱり家にいると本当にね、テレビとか見ちゃったりするから、それこそなんか他に選択肢やることが出てきちゃうから集中できないんですよね。はい、多分今でだいたい30分経ったと思います。このカメラ、私が撮ってるカメラね、30分撮影したら勝手に切れちゃうんですよ。だから多分今だいたい30分経ったなって分かったんですけど、意外とね、本当に編集してるとあっという間、全然もうまだ10分ぐらいの感覚だもん。私だいたい編集はどのぐらいかな、リクとコラボして撮ったたこ焼きの動画あるじゃないですか。あれは丸2日かかりました。私もうね、素材が本当にめっちゃ長くって2時間ぐらいあったんですよ。待って、2時間って言って3はやばくない？2時間ぐらいあったんですよ。それを10分にまとめて、あの効果音とか BGM とかテキストとかをあの動画めっちゃ入れてるから、丸2日ぐらいかかって、でルックブックの方の動画はあれね、オープニングだけで4時間ぐらいかかって、確か私4時間3時間かな、なんかあの結構ダラダラしながらやってたから深夜の3時4時ぐらいまでやっちゃって、オープニングにめっちゃ時間かけて、普通にカットとかもしてたんですけど、それも含めて深夜3時ぐらい4時ぐらいまで編集して5時間ぐらい5、6時間いや何時間ぐらいだ、10時ぐらいからやってたのかな、あれ1、2、3、4、5、6、6時間ぐらい編集して、次の日の8時に更新したから、それまでも多分ほとんど編集してたから、あの2本は結構時間かかって作りました。でもなんかあの仕送りの動画とか、ああいう結構緩めの動画はもうめっちゃ簡単、もう5、6、5時間とかで
終わるものは終わったり、3時間4時間とかで終わるものもあったりするんですけど、基本的に私編集がそんなに上手くないから結構時間かかります。意識高いわ。
you
はい、ちょっとね、編集はまだ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 終わらないんですけど、多分もうそろそろ40分ぐらい経つかなって思うので、今回はこの辺にしたいと思います。バイバー。皆さんは結構進みましたか？どうでしょう。私はまだまだ10分の3、4ぐらいです。皆さんテスト期間ですごい大変かとは思うんですけど、私も YouTube の編集を毎日毎日頑張っておりますので、頑張ってください。以上、クルスルナでした。皆さんのテストが無事に終わって、早く私の動画を見て楽しんでくれる日を待って、私も更新を頑張りたいと思います。みんなで頑張ろうね。バイバーイ。ファイト。